はい、直下校ストリームファンの皆さん、こんばんは。群馬県知事の山本石太です。この番組のプロデューサー兼、キャスターを務めています。直下校ストリーム、先週に続いてですね、この32回のですね、県庁32階のこの鶴の巣スタジオから配信をさせていただきたいと思います。もうね、前回もすごく盛り上がったんですけどね、今週もその勢いでいきたいと思います。隣の指導陣コーナー、後編ということでですね、今マルチタレントとして本当に大活躍の、藤岡出身ジモティの、里崎梨沙さんを、先週についてお迎えいたしました。里崎さん、今週もよろしくどうぞお願いします。里崎梨沙です。はい、で先週はね、はい、里崎さんがその勉強を重ねて名門高城に入って、はい、そこからさらに勉強して早稲田大学に行ったにもかかわらず、はい、中退して、はい、まあ、事務所を立ち上げて、はい、会社を経営して、はい、まあ、いろんな、なんていうか、こう活躍をしていく中の苦労話みたいなね、はい、すごく面白いお話を伺ったんですけども、今週もちょっとその活動に、はい、さらに紐解いていきたいと、まあ、いっぱいあるんでね、いきたいと思うんですけども、まず音楽の方に行きたいと思うんですが、はい、CDR としては史上初のオリコンインディーズアルバムウィークリーで9位となったということで、はい、ここで全国デビューを果たしたということなんですけども、はい、CDR っていうことは、これは自分でご自身でコピーしたっていうことなんでしょうか。そうなんですよ、はい、スライドあるの、はい、これですね、前回のお話でも出たんですけど、はい、最初の頃やっぱりファンの方がすごく少なくて、はい、でも CD なんてロットがやっぱ1000とかになっちゃうんですよね、うんうん、だからでも曲は私作れるから、はい、どんどん曲はできるんですけど、うんうん、CD が作れないってなって、うん、で周りのアイドルさんがその頃、はい、CDR の形で自分たちで焼いたのにサインとかをして、うんうん、販売とかしていて、結構そういうのあったもんね、はい、よくありまして、でそれで、タワーレコードの、峰脇社長、峰脇郁夫社長と音楽ライターの難波和美さんって方が、はい、アイドル36号という当時 CDR だけを紹介する番組っていうのをやってらっしゃったんですね、はい、でそこに持ち込みしたら売れるかもよって知り合いの方に教えていただいて、CDR 焼いて持っていったんですけど、そこでもうすごく話題にしていただいて、峰脇社長にね、これ峰脇社長なんですけど、それからめちゃくちゃお世話になっていて、で CDR 界隈の年間で一番良かった CDR を決めるっていう R ぐらいグランプリっていうのがあるんですけど、その R グランプリで初代、グランプリを私いただきまして、その時に社長に、社長の番組だったので峰脇さんに、ちょっとどうしてもタワーレコードで CDR を流通してほしいというふうにお願いしたら、ちょっと担当部署があるから里崎さんの契約させてあげるので、契約してきてくださいって言われて契約して、で CDR でタワーレコード限定で全国流通させたんですけど、その時私300万円も売れたらいいかなと思ってたんですけど、その峰脇社長が太鼓判を押してくれたみたいなリリースがバーッとタワレコ全体に流れたおかげで、これ棚を積んでいただいて、すごいね、タワレコ天才みたいな、タワレコ限定って書いてあるじゃない、はい、タワレコ限定天才 CDR すごい、見たことないこんなの、ね、積んでいただいて、でこの結果めちゃくちゃ発注来ちゃって、結果これ3000枚ぐらい売れたんですけど、私手焼きでパソコンのディスクで手焼きしてたんですよ、で5曲入りの CD だったので、はい、1個焼くのに大体2分ぐらいかかるんですよね、それが3000枚発注来ちゃったので、もう3日3晩寝ないでタワレコに納品してっていうのをやったんですけど、これならオリコン入るかもって思ったんですが、担当の方に聞いてみたら、はい、CDR っていうのはその CD の企画に適してないから、はい、ランクインしないかもしれないって言われてて、でもまあよっぽど売れたら無視できないと思うから可能性はありますって言われてたんですけど、これ CDR ですね、いっぱい売れて、なんとオリコンに史上初 CDR としてランクインしまして、でギネスも申請したんですよ、世界で一番 CDR を焼いた人っていうので申請したんですけど、ギネスの人から連絡が返ってきて、ギネスっていうのはいろんな人がやる中で、一番面白い の一番の人を表彰するやつで、CDR をそんなに焼くのはあなたしかいなくて競争性がないので、認められませんって返事が来たっていうぐらい売れた、なるほど、しかし今の競争性がないっていうのがもうまさに指導陣だよね人が目指さない領域で勝負しようっていう、はい、もう重箱の罪をつついてと思いまして、それもしかもタワーレコードの社長がこんな肩入れするんだって、はい、これもしかも
私あの、うん、本当に一人で当時やってたので、はい、スタッフとかいなくて、うん、で PA さんを雇うお金もなくて、うん、でこの時リリースイベントなんですけど、はい、お客さんたくさん来てくれてて、うん、で社長がちょっと番組の前に見に来てくれたんですよ、うん、であの PA もボタンまで押してくださったっていう、うん、社長が自らこれはやっぱり里崎さんのこの圧倒的な明るさっていうか営業マンとしての最大あのやっぱり才能だよね。そうですね、家電量販店で磨いた。なんかやっぱり家電量販店で鍛えてちょっとやっぱりこの子だったら応援してやろうみたいな、ね、感じで、ね、これかっこいいですね。でもねとってもかっこいいポスターだね。 ありがとうございます。これもあの CDR を買ったらついてくる特典で、うん、あのタワーレコード新宿店さんとのコラボで、うん、ノーミュージックのアイドルポスターっていうのをやらせていただいて。 なんとなく今のエピソードを聞くとあのスーパースターテイラー・スウィフトの若い頃思い出すよね。16歳でデビューしてもともとカントリーだったですよね、はい、でやっぱりこれあの全国回ってこうラジオ局に売り込まなきゃいけないということで、うん、ありとあらゆるなんか、はい、あのまあ、手作りのクッキーっていうのは、はい、そのなんかあのウィキペディアに書いてあるので本当かどうか分かんないけど、はい、だけどもういろんなプレゼントしたらしいよね、はいはい、でしかもセルフプロデュースの天才だから、うんうん、テイラー・スウィフトってそうです、ね、なんかすごい共通点を感じますよね。嬉しい私、はい、ね、そこでこの CDR で一応あの、うん、なんていうか今までにない動きを起こした里崎さんが ZEP ダイバーシティ東京でワンマンライブを、はい、開催するわけですけども、はい、まあ、ここまで見るとすごくね、うん、順風マンバンバン、はい、マンパンってマンポっていうのはどっちが日本かよくわかんないけど、はい、あのそういうふうに見えるんですけどもここまですごくあの苦労されたと思うんですけども、はい、これ、ライブハウスとしては日本最大のキャパだよね。そうですね。これいかがでしょうか、はい、かっこいいねこれ。よくここでやれるなんて、はい、2000人ぐらい の、うん、あの会場 で、ね、ライブハウスとしては日本最大級の会場なんですけど、うんうん、はい、ワンマンライブだからね、しかもね、はい、しかもこの時フリーランスでレーベルとかもなく、あのすごいね、個人だったんですよ、うん、個人事業主だったので、うん、でも ZEP でどうしてもワンマンライブしたくて、うん、ZEP に電話したんですよ、うん、したら ZEP の人が、うん、いや個人にうち貸したことなくて多分貸せないと思いますって言われて、うん、でもどうしても借りたいんですお願いしますって言ったら、うん、じゃあちょっとあのうちの支配人を説得してくれたら、うん、あのできるかもしれないのでとりあえずおいでなさいって言ってくださって、スタッフの方が、うん、でなんで個人だと借りれないのかなと思って、うん、もしかしたら私のが逃げたりとか、うん、お金払えなかったりする可能性がある、うん、っていうのもやっぱりあると思ったので、はい、信用が必要なんだと思って住民票と自分の貯金通帳と現金と、うん、あの、ありとあらゆる保険証とかの身分証を持って、うん、持って行って、うん、もうどうしても絶対満杯にするんで貸してくださいって言って、うん、お金もちゃんと払いますって、はい、逃げも隠れもしませんって言ったら、うん、そんなに言うなら貸してあげるけど満杯にしてよってブランドがあるので、うん、言ってくださって、はい、うん、で個人名義で借りれて開催ができたという日でした。いやすごいね、もうとにかくあの行動力に本当に圧倒されるんですけどねまあこの話だけでも実はもうあの2回分やりたかったぐらいなんだけどちょっとやっぱり音楽好きの私としては最もここが興味があるんですけど、はい、まあ、あのさらにもっとねいろんな、はい、あの実はあの里崎さんを語る上で、はい、あのなんていうか避けては通れないエピソードもあるんですけども、はい、里崎ピノ事件っていう有名な事件なんですよね、はい、これピノって森永乳業 の、 あのアイスクリームですよね、はい、ピノ、はい、そうですね、これねちょっとこのピノとのタイアップのエピソードもね、はい、あのぜひお聞きしたいと思うんですけど、よくタイアップできたよね森永乳業と今の状況で本当にすごいですよね、はい、これすごいなと思うんだけど、はいはい、この ZEP のライブのぐらいの時に私ピノ大好きで、うん、お家でピノ食べてたら、はい、あのピノ美味しいなと思って、うん、あ里崎ピノに改名しますとか言っちゃおうと思って、はい、ツイッターでそれ怒られるだろうだって普通は、はい、里崎ピノに改名しますって言ったら、はい、いろんな会社から問い合わせきて、うん、里崎さん本当に解明するならプレスリリースくださいとか、うんうん、ちょっと騒動になってしまって、はい、ファンの人も何言ってんだみたいになっちゃって、うん、1日で撤回して謝罪文出したっていうのがあったんですけど、うんはい、その後私あのピノッコって名前に変えたりとか、うん、いろんなことをして、うん、ピノ関連でいろいろ事件があったんですね。なるほど、ピノ関連のいろんな事件を起こしたのね。そうなんです。だからファンの人がなんかもう里崎ピノピノ何言ってんだよみたいな感じで、うん、そんなに好きなのかよみたいなちょっと変な空気になっちゃったんで、これはピノのタイアップを取ってくるしかないと思って、うんはい、あのいろんな人に私ピノのタイアップやりたいんですよねとか言ってて、うんうん、
て、あの森永乳業 の、うん、あのお問い合わせフォームから、うん、ちょっと連絡させていただいたら、はい、担当の方から連絡返ってきて、うん、アーティストからこうやって売り込みが来たの初めてですって、うん、その熱意には結構びっくりしたよね。はい、でなんでちょっとじゃあ提案資料を持ってきてくださいって言われたので、うん、私ねあの真面目精神に火がついて、うん、市場調査をめちゃくちゃして、うん、あのもう広告代理店顔負けの資料を作って持っていったら、うん、これは代理店だわって言ってくださって。そうですよ、だって森永乳業みたいなところだったら、はい、大きな代理店から来た話しか普通受けないよね。あの基本はあの、うん、今後もやらないですってことだったんですけど、うんうんうん、里崎さんのこの熱意と名前の改名とに負けてやりますってことで、うんうん、この時に映像制作、うんはい、あのプロモーション映像制作と広告施策と、うんうん、タイアップの歌とかキャスティングのとか全てやらせてくださって、うん、弊社で、はい、あの受け負って作らせていただいたという限定フレーバーのタイアップ、すごいよね。まあ、このポスターもすごく素敵なポスターですよね、はい、アーティスティックだしね。ありがとうございます。いや、やっぱりそのエネルギーはどこから来てるんですか。やっぱりその高所で3年間勉強せざるを得なかったストレスが、はい、あのこの才能として開花したもともとこうあの明るい性格なんだと思うけど、はい、それそうここ どこから来てるんですか、このめげなエネルギー。いやでもめげなさっていうのはやっぱり群馬県育ちっていうのはすごく影響してるなって思います、うん、やっぱり風の強い風の中で自転車漕いでるからかな、はい、風の中でも、うん、雨の日も風の日も高所に通うっていう、うん、自転車、はい、自転車で、ね、あと八高線使ってたので私、うん、八高線で全然時間あの潰さなきゃいけない時間とか本読んだりとか、うん、でもこうねあの送ってもらったりとかとかもせず、うん、もう歩いてみたいな、あ、何のこれ式みたいなのはやっぱ群馬の自然が育ててくる、上司の空風の中でも頑張ってね、はい、だと思います。なるほど、なんかすごくいい話を聞いた気がしました群馬県知事として、はい、そこでねあのさらに、まあ、この話もさらにも聞きたいこともあるんだけど、はい、あの非常に面白いなと思ったのは最近手塚プロダクションとのコラボを発表して、はい、ますよね。それから日本骨髄バンクユーザーアンバサダーとこの資料だと書いてあるんだけど、はいはい、まあ、いろんなことにこう精力的に今活動し、はい、あの挑戦をしているということなんですけども、はい、まあ、ここにはどういう思いがあるんですか。まあ、常に新しいことに、はい、あのね、挑戦していくということなんだけど、ね、はい、特にやっぱ手塚プロダクションのコラボっていうのがすごいなと思って、はい、ピノコ、あ、そうです、ピノコちゃんと私、うん、里崎梨沙があの、うん、一緒に何かと戦ってるみたいなイラストを手塚プロダクションさんと一緒に共同で作らせていただいて、うん、昨年販売したんですけど、はい、まあ、やっぱねこれも図書館で藤岡市の図書館でね、うん、ブラックジャック置いてあったんですよ、はい、それをもうずっと読んで、うん、いいな手塚治虫いいなっていうところから、うん、もう大好きだったのでもう十何年越しに、うん、あの実現して本当に嬉しいです、うん。鉄腕アトムのアニメは虫プロが作った日本で最初の本格的アニメ で、ね、はい、多分手塚プロダクションになってからだと、うん、その不思議なメルモとか、はい、そこら辺からだと思うんですよ、はい、あのブラックジャックのシリーズとかね、はい、火の鳥とか、はい、多分全部プロダクションになったから、はい、まあ、今あの息子さんも天才だけど、はい、彼がやってるんですよね、はい、手塚なんだっけ、はい、誠さんだって、そうですね、はい、あの息子さんやってるんですよね、はい、あとルミコさん、手塚ルミコさんっていうの娘さんをすごくお世話になっていて、はい、取締役でいらっしゃる。いや、すごく嬉しい、もうアニメファンとしては、はい、手塚治虫先生を尊敬してる私としては、はい、なんか手塚プロダクションとコラボしてるっていうのもそうなんです、すごいセンスいいなと思って、はい、ありがとうございます、うん、はい、で手塚プロさんが紹介してくださって、うん、日本あの骨髄バンクのユースアンバサダーを今やらせていただいて、うん、なるほど、はい、はい、そこでね、あの、まあ、また時間がどん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 なくなっちゃうんだけど、はい、もう一つどうしてもお聞きしたいこともあるんですが、はい、特にこのコロナ禍で日本中がいろんな影響を受けたと、はい、当然あの制作活動もそうだし、はい、まあ、制作活動はともかくとして、はい、イベントみたいなものはなかなかみんなやりづらい状況が続いたと思うんですよね。で、まあ、コロナ禍で始めた新しい取り組みみたいなものあるんでしょうか、はい、その中で、はい、例えばなんか心境に変化があったりとか、うんうん、そんなことがあったらぜひ教えていただきたいなと思います。そうですね、コロナ禍でやっぱり始めたことで良かったなと思うのは、うん、やっぱオンラインの配信ですとか、はい、あのライブとかも毎回必ず配信を入れるようになったっていうところですね、うん、やっぱインターネットを使ってあの何かできるようになったので、やっぱりリモートでどこにいても仕事ができるという、はい、なんか配信も別にその東京のライブハウスだけではなくて、うん、そのカメラと私とインターネットさえあれば配信ができるっていうのがすごく良かったなと思っていまして、なんで変な話群馬県にいても全然仕事ができちゃうなっていうところがあって、うんうん、なんで結構マジで住民票群馬県に移そうかなって本当に考えてます、うんうん、あ、でもぜひもう戻ってきてもらいたいね、はい、まあ、群馬県に
あのいなきゃいけないってことは知事がこんなこと言っちゃあれなんだけど、うん、まあ、はい、里崎さんの才能が一番活かせるところに行けばいいと思うけど、うん、まあ、ジモティーのね、はい、気持ちはもう変わらないから、はい、別にどこにいても群馬県人だからね。そうなんですよ、うん、はい、でも本当に考えてます、うん、なんか、うん、あとここあの県庁のところに働けるスペースあるじゃないですか、はい、うんうん、ああいうのもめちゃくちゃいいなと思って最近群馬県でお仕事する機会増えて、うん、やっぱ群馬いいなってこの関東平野の感じ、うん、あと山がこう周りにあると安心するんですよね、うん、やっぱ育ったところはいいなと思ってるので、うん、群馬県でもう一個会社作ろうかなってちょっと思ってます、うん、いやそれは嬉しいですね。であの私もね一応その国会議員24年間もやってたから、はい、主な活動の場所は東京だったんだけどね、うん、3年知事になってから3年経つんですけど東京はもう常に刺激にあふれてて、ね、面白いのこれはでも言う、はい、あの今でもないんだけど、うん、もう住めないなやっぱり、ね、東京って空が狭いんですよビルが多いから、ね、だからなんかね、はい、あの面白い人もいっぱいいて刺激もいっぱいある、はい、ものすごく面白いところなんだけど、はい、空が狭いから、はい、息苦しくて、はい、でもね群馬県に帰ってくると、うん、高い建物ねえしそんな本当に県庁だけなんか城みたいに異様な状況だからだからねもう帰ってきていつも新幹線から降りると思うのは、うん、はい、空が広いのよ本当に広いですね、うんうん、私この間群馬県来た時本当にその空の広さと、うん、このなんだろう横にこう、うん、窮屈さがないのがすごくあって、ね、うん、週2とか週3で群馬とか、うんのプランが今あります、うんうん、なるほど、はいはい、やっぱね、うん、そこでね今ちょっとこうこれから少し群馬の活動をもうちょっと本格的にやろうかなっていうお話もしていただいたんだけど、はい、将来の夢、まあ、いろんな才能があるから、はい、いろんなことを多分これからやっていくんだと思うんですけども、はい、里崎さんの夢は何ですか。あもう本当にでもこのまま健康に元気よくやっていてですね、うん、たくさんあの仕事をして、うん、たくさん納税をするというのが夢ですね、うん、はい、たくさん仕事してたくさん納税をする、はい、うん、その納税が入ってるのは義務、はい、を果たすということ国民としてそうですね、うん、もうあのたくさん稼いで、まあ、国や県や、うん、都に、はい、お金を素晴らしいみんなでねあの良くなっていけたらいいなと思って20年もしたらもう私から知事になってるかもしれませんけどね、ね、里崎知事とか、ね、とんでもございませんはいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あの、ね、もうちょっと時間があのもうあと2分か少しになっちゃったんだけど、はい、群馬県はその近未来の姿として、リトリートの聖地っていうのを抱えてるんですね、はい、やっぱこう長期滞在型観光、はい、みんなが来てここでゆっくりして心と体を癒して免疫を上げて帰ってくれるようなところになりたいと、はい、これからインバウンドも増えてくるので、はい、世界中からそういう人たちを呼び込んでみんな元気にして、はい、また帰ってもらうみたいなことも考えてるんだけど、まあ、あのリトリートの聖地とそれから災害に強いレジデンスの拠点ね、もともと地震とか台風がすごく少ないので、もう一つねクリエイティブの発信源っていうのがあるんです。これはぜひね里崎さんに、はい、あのジモティーとして協力してもらいたいし、いろいろねお知恵を借りたいですね知事としても、はい、やりたい、はい、あのね、うん、あの今 G メッセ群馬ってあるじゃない、はい、前の知事が作って決して批判するつもりないんですけど、はい、250億円かけて作ったでっけえあの建物があるのよ。私だったら作らなかった今のカットしてもいいけど私だったら作らなかったんだけど、はい、もう作っちゃったから、はあ、作っちゃったもあるんですね。これやっぱりねワンノブ全部になっちゃいけないじゃない、うん、だってさなんか時メッセもあれば、うん、ね、うん、埼玉スーパーアリーナもあるんで、うん、これオンリーワンにするために、うん、映像メディアを作る一つの拠点にしたいんです、はい、映画のロケとかもどんどん入れて、承知してであの、はい、もうあのクレーンも入るようなすごく広いメインのホールもあり、うん、ここに日本最大のグリーンバックを作りますんで、うん、日本最大 MV 撮影などもできる、はいはいはい、あのなんか米津玄師さんの新しいそのなんか PV を作るのはここにあのすごく大きなグリーンバック作って撮ったっていうのがあってね、いろいろマーケットにリサーチしてまずはもうあの補正予算取っちゃったから、あら G メッセに日本最大のグリーンバックを作ると、でここでいろいろあのこう映画制作とか映像を作ってもらう拠点を作って、であのしかもその G メッセのでっかい壁塗って真っ白なんでね、そこで予算取ってかかってあの塗っちゃって日本最大の野外スクリーンって作ったの、でこれで日本最大のあのなんかドライブインシアターってこの間やったんだけどね、こういういろんなことが進んでくるので、はい、ぜひですね、はい、まあ、あの指導陣であるちょっと里崎さんの感性とか知恵もぜひお借りしたいなと、はい、じゃあ一緒に200億の元取りましょう、本当本当200億元取って、はい、なんかすぐペインしますよ、あのすげえでかいなんかスクリーンで、はい、よくわかんないけど、まあ、知事だからあまり無責任でやるとやらない、ちゃんと担当部とやるときは相談しますから、はい、里崎リサ作品をね、うん、日本最大のあのなんか日光 の、はい、うん、あの江戸村よりもでかいスクリーンでやっちゃうとかね、でとにかくこのイベントの、うんうん、もう新しい流れを作ろうと思ってるんで、はい、うん、ぜひですね、うん、指導陣として、はい、あの
ね、いろんな発想で知恵を貸してください、はい、群馬県、はい、本当にめちゃくちゃいいので、うん、もっといろんな人に来てもらって、うん、企業とのコラボとか、うん、もう活性化していくんじゃないかなと思ってます、うんうん、そうですね、はい、まあ、いろんな新しい今ご聞いても発想もあってね、もう本当にただもんじゃないと思ってるんで、まあ、こういうジモティがいて本当嬉しい。もう見てみよう、元気爆発でしょ。元気、もうこれ見た人みんな元気出てるでしょ。はいはい、ということでぼったくり物販も、はい、ね、ちょっとこう、叫んでなんか これをもう知恵またぎにさせたっていうぐらいなんですけども、はい、私もいろいろ知恵として勉強になりました。はい、ありがとうございます。ぜひまた来てください。はい、山本一太ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、ということでこれからいろいろ群馬県もね、この人の知恵を借りていきたいと思います。はい、ということで先週今週と2度にわたってお送りした里崎梨沙特集、隣の出場人コーナー、これで終わりたいと思いますが、いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんこのエネルギーをもらって、またいい週末を過ごして、はい、月曜日もフレッシュなスタートを切っていただきたいと思います。それではありがとうございました。8時ありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。また来ます、はい